はすでに攻め込まれておるか。さよう、背徳はここで尽きるべきものではない。特急に救援せねばならぬ。思ったより敵が多い。何か手を打たねばなるまいな。邪魔者がおる。祈祷の妨げとなる。引いてもらおう。そう、まどいたまえ。ここは引くしかあるまい。となり、そなたには天の祝福があろう。私を倒してください。ここを通りたくばです。あなたの一番槍を狙って、なら公的使というわけですね。いざ、道術を開始せん。いでよ、幻の軍勢よ。これ以上勝手な真似はさせん。あやつを狙え。即刻撃ち果たすのだ。なんだこいつら、行かないぞ。多言語、海賊の天下を願うも、天元帝王、王帝がそなたを手助けしよう。さあ、曹操を退けねばなるまい。この道、小生らが切り開こう。おお、手を貸してくれ。あったい。そう、見事な戦ぶりだ。こっからが面白いってのに。なんという武勇。見事なり。あなたには天の祝福があろう。一人で現れるとは面白い。わしが相手になってやる。この美しき地、汚すことは許しません。華麗に守り抜いてみせましょう。
そなたらの雷炎、まさに天の助けである。我が同志らよ祈るのだ。いざ、創造の軍勢に天の裁きよ。いざ、天と心を一つにするのだ。おお天よ、我に力を。今ここに炎を巻き起こすのだ。うわあ、落ち、あたたたたた、誰か水持ってこい。討ち取った。対処し進軍せよ。私の知略が破れようと。
の勇ましき戦ぶり。来い、我が自由で葬ってくれるわ。ともあれ、これで勝ったと思うなよ。力みすぎで見苦しいね。ちょいとおとなしくしてもらおうか。ここで敵を食い止め、命を捨てる覚悟で守れ。兄上、我ら兄弟参上いたしました。今ここに我らの力を示しましょうぞ。仲間を飛びが過ぎたよ。兵器で守りを固めるか。ここは小生が道を開かねばならない。ここを攻めればいいからよ。相手だぞ。危ない人がわしの前に受け取るといい。だが
では武将の男は倒せんぞ。しきれんな。進むのだ、竜玄徳よ。そなたの天下、楽しみに待つとしよう。